メルカリの株価最高値から半値以下復活する。こんばんは、ふくりでふえるです。今回のテーマはメルカリ株価予想です。ぜひ最後まで見てください。目次です。1、企業分析。2、決算分析。3、株価予想。この順で動画を進めていきます。まずはメルカリの企業分析から。メルカリは上場前から時価総額が1000億円を超えるユニコーン企業として注目され、2018年に上場。上場時の公募価格は3000円でしたが、初値はなんと5000円。上場時から大きく期待されていたことがわかります。その後コロナショックで上場来安値1557円をつけ、わずか1年半で7120円の高値まで一気に駆け上がります。ちょうど1年後、上場来高値からは半値以下に。これは言うまでもなく、22年の年初から始まった欧米の金融政策の転換、つまりコロナ禍での金融緩和から金融引き締めに切り替わったことで、株式市場からの資金の流出によるもの。いわゆる成長株と呼ばれる PER の高い銘柄はこぞってこのチャートのような形をしています。ではなぜここまで売られているのでしょうか。ちょうど1年前、上場来高値を記録した21年11月4日に公開した動画の時点で、時価総額は1兆776億円。PER はなんと驚異の215倍でした。つまり、ものすごく期待されていたということ。21年までは金融緩和で株式市場にもたくさんの資金が入ってきていたため、メルカリのような成長期待の高い企業は期待がさらに加速し、このような状態になっていました。その時点では PBR も 23.3 倍、目安を 1.25 とすると 21.8 倍です。その時点での営業利益率は 4.9%、 目安 7.2% から比べても約7割と、当時はまだ利益率も低かったのです。ただその利益率でありながら、生産性はほぼ日本株の平均。それまでずっと赤字だった決算も21年6月期本決算時についに黒字化。ここからさらに利益が拡大していくとして、21年11月に株価も最高値をつけました。つまりビジネスモデル的には赤字先行だったものが損益分岐点を超えて、今後は黒字が複利的に拡大できると株式市場が判断していたということ。実際日本国内のメルカリユーザーの数、流通総額の増加、売上の増加など主要指標の伸びが加速してきています。だからといって株価も上がり続けていくかどうかとなると、メルカリの場合は話が別。理由はすでに株価に織り込まれていたからです。メルカリの場合、2016年時点で日本では数少ないユニコーン、非上場なのに時価総額1000億円超の企業と認知されていました。2017年に上場する予定が、審査が長引いたことで上場延期になり、逆に株式市場からの期待がさらに高まりました。2018年6月についに上場。上場初日時点での時価総額がなんと8461億円。赤字企業で上場したばかりの企業にもかかわらず、時価総額8461億円です。使いやすいサービス、優れたビジネスモデル、今後の成長への高い期待などが、上場初日の時点で相当に株価に織り込まれていました。つまりメルカリは期待がものすごく高い状態が2021年11月まで続いていたものの、以降は世界経済の動向、株式市場の流れもあり、大きな期待がどんどんしぼんでいったという状況です。では現在その割高感が相当に薄れたメルカリ、今後仮に今の株価で新しく株を買うかという場合、22年10月31日に発表された23年第一四半期決算の内容を
見てみたいと思います。各事業の着実な成長によって四半期売上高は400億円と過去最高を更新。昨年は第2、第3四半期に大きな赤字となり、通期も赤字だったのですが、今期は前年同期比でも 26% の利益成長で順調なスタートを切っています。また好調なクレジット事業拡大の一手としてクレジットカード事業へ参入することも発表。グループシナジー創出を強化します。団体事業での赤字が続いているメルカリ US を好調なメルカリジャパンとフィンテック事業でどこまでカバーできるか。続いてメルカリの決算分析に移ります。現時点でのメルカリ配当利回りは、配当利回りとは現在の株価に対して年間でどれだけの配当を受け取れるか。日本株平均 2% 以上を高配当株と判断した場合、メルカリの配当利回りは 0%。 現段階では成長投資のための内部留保に回しています。 PER 株価収益率です。株価が1株当たり利益の何倍になっているかの指標です。コロナ前5年間の日本株平均 16.6 倍以下を割安と判断。メルカリは昨年度赤字、今期の業績予想も出していないため算出できません。次に PBR 株価純資産倍率です。株価が1株当たり純資産の何倍になっているかの指標です。今回はコロナ前5年間の日本株平均 1.25 倍以上を株式市場がのれん、ブランド価値を高く評価している優良企業と判断。メルカリは 11.5 倍です。続いて売上成長率、直近5年間で年何パーセント複利で売上が伸びているか。 4% 以上であれば全世界経済の平均より伸びていると判断します。メルカリは 46.1% です。次に営業利益率です。直近の年間決算での実績で売上に対して営業利益は何パーセントだったか。 7.2% 以上であれば日本株の平均以上と判断します。メルカリの昨年度営業利益率はマイナス 2.5%。 次に営業利益の成長率です。直近5年間で年何パーセント複利で営業利益が伸びているか。 4% 以上であれば全世界経済の平均より伸びていると判断します。メルカリの営業利益の成長率は21年6月期を除き赤字が続いているので算出できません。続いて生産性です。従業員1人当たりの営業利益はいくらだったか。300万円以上であれば日本株の平均以上と判断します。メルカリの従業員1人当たりの営業利益はマイナス168万円。最後に ROE 自己資本利益率です。企業が持っている純資産をどれくらい上手に使って利益を上げているか、企業の所有者である株主にとって利回りにあたる指標です。 10.6% 以上を日本株の平均以上と判断します。メルカリは昨年度赤字でマイナス 20% です。続いてメルカリのチャート分析に移ります。直近3ヶ月は横ばい傾向。22年10月31日の第1四半期決算が想定より良かったことで決算後に株価は上昇しています。では上期はというと、2018年の上場後、特にコロナ禍の金融緩和の際には大きく株価を上げましたが、22年に入ってからは2020年の水準まで戻っています。ここまでを一旦まとめると、メルカリは直近の株価は2200円前後で横ばい、23年第一四半期の決算が想定より良かったことで短期的に株価は上昇しています。長期的にはコロナ禍の金融緩和の際には大きく株価を上げましたが、22年に入ってからは2020年の水準まで戻っています。直近決算では売上は過去最高、23年の業績予想は開示していませんが、第一四半期は前年同期比 26% の利益増で好発進。21年通期で一旦は黒字化したものの、22年は赤字に戻ってしまったので再度の黒字化が期待されています。
ということで、メルカリの株価予想です。ウエルの個人的な株価予想は2760円から3072円まで上がると予想します。以上です。高評価、チャンネル登録、 LINE フォローの3つをぜひぜひよろしくお願いいたします。コメント欄にてぜひあなたのご意見もお聞かせください。最後まで動画をご視聴いただき感謝しています。いつも本当にありがとうございます。